久々の農業動画ということで、しばらくね、ちょっとあまりの暑さにサボってたんですけども、今日は畑が今どうなってるかということだけちょっと紹介ということで、これブルーベリーですね。苗木の方なんですけど、結局この夏ね、全然雨降りませんでしたけど、枯れてません。ちょっと葉っぱが燃えちゃったってやつもあるけどね。あ、これちょっといかん、これ。これね、雑草が巻いとるな。上の方枯れてますけど、下は大丈夫。この辺はちゃんと大丈夫。これなんかも全然元気。その隣も元気ですよ。で、結局何が言いたいかと言いますと、これだけ雨が降らなかったんですね。で、私自身もめんどくさかったので水やりしませんでしたが、枯れませんでした。で、まあ、なぜ枯れないかっていう話ですね。そういうことを少し考えたいのですが、まあ、こんだけ暑かったのでね、農家の皆様ご苦労様でございますなんですけども、まあ、私はまあ、ちょっとサボってしまって、まあ、草刈りをちょろっとやるぐらいだったんですけど、まあ、とにかく枯れてはいません。まあ、ブルーベリーは枯れなかったと。それはいいんですが、じゃあ他はどうだってことですね。で、これはサツマイモの列ですが、草刈りしてないんですけど、まあ、結構ね、それなりに育ってると思いますよ、これね。ちょっと虫食っとるけどね。だから、サツマイモも、大丈夫。7月の末ぐらいから雨が降らなくなって、多少夕立があったんですけど、まあ、大雑把に行って約1ヶ月雨がないと。虫食ってますね、だいぶね。1ヶ月雨がなく、しかもまあ、最高気温38度みたいな、そんな夏だったんですね。しかしまあ、見ての通り、さつまいもは、一滴の水やりもせずに一応、全部育ってますが、なんか虫食っとんね、これね。虫が食っていますと。まあ自然農というふうにまあ言ってね、草刈りもサボっているということですけども、要はこの雑草のおかげでね、結構植物が守られているのかなっていうね、そういうことが言いたいわけですよ。じゃあ全部大丈夫かっていうとそうではなくて、これはメロンで、そうだな、ほとんど枯れたのでね、まあまあ大きくなったやつはもう取ったんですけど、なんといっても途中で枯れましたので、まあ、これなんかもう大きくなりませんし、食べてみたら味はね、もう本当キュウリみたいな、全然甘くない味でした。ですからメロンに関してはやはり雨が降らないとダメでしたね。トマトは未だに枯れずにね、伸びておりますよ。ですからこれがトマトで、その代わりもう花も咲きませんので、まあ終わりですね。ナスも水をやらなくても枯れないのですが、花も咲かずに、実もならない。仮になったとしてもこの程度ですね。まあ、これは水やりの問題以前というか、何かこれではやっぱダメですね。キュウリはだいぶ取りましたので、まあいいとしましょう。キュウリも結構なんやかんや言いながら乾燥には強かったんですが、もうやはりこの時期になるとなってません。
まあこんな感じですね。ですからまあ自然農とかね、不耕起栽培ですね、いわゆる耕さないっていう農業ね、どうなんだって話なんですけど、ですからこの真夏にですね、畑を耕してしまわれた皆様は、なんていうかな、土の表面を覆うものがありませんので、まあ、発揮して水をやってもやってももう、なんていうんですかね、何も育たない状態だとは思いますけど、まあ、私んとこは、まあ、結局、さつまいもだけですけど、とりあえずね、育っておりますと。で、不耕起というのは、結局、要は耕運期で耕さないもんですから、例えばここにさつまいもがあるんですけど、この、例えばこのさつまいもを植えるときでも、ここかな?この辺かな?座って、よいしょっと。例えばこういう草刈り一つにしても、手作業でやらなければいけません。ですから、耕運機で耕すこともできないし、手作業で草刈りする。そんなもん、ね、農業として成り立たんやろうっていう。まあ、成り立たないんですけど、ですから、大量生産でね、大量に出荷して、儲けるという、そういう農業には全く向かないですが、ここの根っこの辺、ここら辺ね、この辺に、挿し木みたいなやつを挿して、それ以降1日も水をやってなくても、まあ、ちょっとこの後、ね、草刈りはちょっとやりますけど、この周りだけね、要は植えていくだけで何もしなくても、少なくともさつまいもは育ちましたということで、でこの苗の、周辺を全く耕してないわけですよ。で私は何が言いたいかというと、ここを、耕運期でね、耕してしまうと、当然こういう雑草によって覆われるということはないし、土のこう、なんて言いますかね、この中の微生物とか、様々な要素がこの土の中にあると思うんですけど、それを一回全部分解して上下反対にしてしまう。そこに太陽光が当たれば、やはりこの自然の中のね、こういったこう、様々な、生命の循環が壊れるであろうと、うん、で別にいいんですよ、何回でも言いますけど、でもこんなこと商売にならねえぞって言われたら本当その通りなんです。大量生産には全くこの方式は向かないのですが、しかしこのいわゆる野生の力の凄さというか、これだけその水不足であっても雑草は枯れてないわけじゃないですか、ね、で、まあ、雑草はとにかく強いと。で、まあ、そいつらと一緒にいたこの、さつまいもも、まあ、結構強いと。そういうことが言いたいわけ。うん。雑草のおかげで、乾燥から守られたと思うし、土を、かき回さなかったおかげで、なんていうかな、土の中の、まあ、水分や、様々な、なんていうかな、バランスが保たれたじゃないかと。まあ、それがまあね、自然農とか、不耕起農法ね、耕さない農法、耕さずにどうやってやったのったら、まあこの、棒の挿し木のとこだけに、まあ棒で穴を開けて、そこに、初めの一本を入れたっていうね、そういう、それだけです。それであとは、何もしてないということですね。ブルーベリーの苗木については、根が浅いですのでね、表面にしか根がいってないんで、本当は水やりしようかなと思ったんですよ。ただ、水やりしなくても枯れないので、まあ、枯れなきゃいいかと思って水やってないんですけど、とうとう、まあ、この夏をね、水やり出して越えたなっていうことですね。ですから、これは結構地面の下の方まで根が入ったと思います。そうなると、今度来年の伸びは、非常に、期待できますね。あと世間ではね、米不足と言ってますが、お隣の畑でもこんなにね、お米が育ちてまして、まだこの辺、新米はまだですけど、
おそらく地域によってはね、ちょっと寒い地域ではもう新米が出回る季節になっていると思いますが、じゃあなんでスーパーに米がねえんだっていう話なんですけど、ないないないと言っときながらなんか外国産のが入ってんですね。なんかまたマスコミと政府とグルになってなんかやってんじゃねえみたいなね、ないないって言ってアメリカ産を売ろうとしてんじゃねえみたいな風に私は思っちゃうんだけど、どうです。こちらはブルーベリーの畑ですけど、やっぱりこの葉っぱが燃えているのか、ミノムシに食われたのか、確かに元気のないやつはあるんですけど、今年はけど豊作でね、で、しかも水やりは全くしませんでした。これだけしかしね、暑い夏だったのに、全く水やりをしなくてもいいっていうのは、結構、すごいかなっていう。全然元気やね、これね。この木は、あれでしたよ、あれにね、イラガに全部食われて坊主になったんですけど、もうこんなに戻っとるもんね。あ、今度イラガに食われた後にはまだミノムシ。よくわからんけど。まあ、とにかく私が言いたいのは、その、全く雨が降らないというのは確かに農業的には大打撃であるし、暑すぎるというのももう本当に私も嫌なんですけど、しかし水をやらない、何もしない、まあ、ちょっとこれ草刈りもしないんですよ。まあね、もう収穫終わっちゃったから、涼しくなってから草刈ろうかなと思って、まあ毎日サボってるんですけど、それでもどんどん伸びていくというね、植物の生命力っていうものと、やっぱりこうやってあえてね、雑草だらけにしてあることが、植物が守られたのかなっていう、そういうふうにも思わんでもないと。最近になって朝26度ぐらいになりますけど、朝、明け方ね、朝露が降りるんですよね。だからね、そういうものなんかでもこの樹木っていうのは吸収したりして、それで元気なのかなっていう気もする。あ、まだあるね、これ。あ、右側あった。ちょっとこれ食べますわね。どんな味や。うん、美味しいよ、すごい。うん。そうか、まだ実があるとは知らんかった。うん。あ、これ美味しいですね。もう全部終わってしまったと思ってたので、収穫に来てなかったんですけど、まだありました。微妙にですけど、ただこれだけね、晴天が続くとね、甘みが乗ってほんと美味しいんですよ。まあいいや。ということで、やっぱり土かなっていうね、水も大事なんだけど、土が生きていれば植物って生きとるんかなっていうね。まあそんなふうに思ったんですけどね、どんなもんでしょうね。まあ私としてはね、このタイプのその自然農といいますか、ズボラ農業を皆さんにお勧めしているわけではないんですよ。まあほとんどが手作業になるし、その経営的には全く赤字なので、まあ何もいいことないって変な話なんですけど、だけどこういった無農薬のもの、自然なものを食べたいというそういう願いが自分にあるし、あともう一つはこういう、なんていうかな、もうさもさなんですけど、こういうものを見るとね、なんか個人的にはね、なんか自然界の生命力の素晴らしさっていうのを感じるんですよね。だからまあ変な話、ただ面白いと思ってやってるんですけど、ですのでまあ今日はね、よそのそのまあ農業 YouTuber のね、若手の方がもう本当に今年雨が降らなくって、もう辻がカチカチになっちゃって種まいても一日で枯れちゃうんだよみたいなね、そういう動画を見させてもらってね、わかるわかる、大変だよなって、よく頑張ってるよって。だけどその元々の自然って
どんなんだったんだろうなっていう、うん、だけど僕はこれ経営的にね、これで飯が食ってけなかったらどうにもならんじゃんって言われたら本当その通りなんですよ。私はまだ他のね業で食ってるから、まあまあこれでやれるんだけど、どうなんだってことやね。最近その農業ユーチューバーの間で話題になってるのはね、ひろちゃん農業のひろちゃんですって言ってね、おばあちゃんがいつもやってますよね。彼女が石灰撒いて無農薬って言ったらそれは違反だとか違法だとか言ってね、なんかそれを叩かれたとか言ってさ、結構騒ぎになってますけど、とにかく私たちが食べてるものって本当に日頃農薬だらけで、自然界の法則から本当にとんでもなく外れてしまってるものにもうなっちゃってるんですね。でもうだいぶ前の話になりますけど、奇跡のリンゴの話はね、ちょっとこの自然の好きな生き方知ってると思うんだけど、本当に大変な努力をされて全く無農薬でリンゴ作られた木村さんでしたっけね。私も本は本当に感心して読んだし、僕も考え方としては一緒、だけど奇跡のリンゴよりもブルーベリーの方が絶対簡単に無農薬自然農でできる。これは昔から野生にあったね、山の中にあった植物なので、未だにそのなんていうかな、北米とか池がこんなもん山の中に生えてるっていうね、そういう植物なんですね。ただ木村さんもその初めからね、それで採算が取れるのかとか、そういうやり方が普及するのかとか、そっちから入ったら彼の無農薬リンゴはなかったと思う。そのぐらいリンゴって農薬使わないと虫にやられるんですよ。でブルーベリーだって虫にやられるよ。私も今年の夏どれだけなんつうのあれ、ミノムシ取ってみたりね、イラガをさ自分の手で取ったりさ、こうやって実取ろうと思ったらイラガに刺されたとか、そんなことはどれだけでもあったんですけど、ただなんかなんていうのかな、木村さんのすごいところは、なんか面白そうだからやってみるわっていうことでとことんやられたじゃないですかね。でその分めちゃくちゃ苦労されたんだけど、僕はさらにすごいと思ったのは、女房も子供もね、家が貧乏になっちゃったのに、お父さん頑張れって言って、諦めるなって言って応援したってことなんですよね。だからなんかね、別にそれをやれとは言わない。まず食っていけなきゃ人間どうにもならんもんですから、採算の取れない農業なんかね、何を喋ってんだ、あんた言ってることは理想論だよってね、それは僕も十分わかるんですけど、でもなんか理想なんだけど面白そうだからやってみようっていう、ことがもっとあってもいいのかなと思うんです、ということでね、今日はサボっていて水やりやってないだけなんですけど、でも一応植物が育っていて面白いなというね、そんな風に思いましたという、個人的なね、勝手な感想でした。ただ本当にね、余裕があったらただ単に面白いからやってみるっていう、そういう出来事があっても本当にいいと思うし、僕自身こうやって植物の生命力っていうのをこう見てるだけでもとても面白い、ね、だからこれでちょっと赤字になったからといっても、自分の趣味だからっていうね、それでね、なんか自分としては片付けたいですね。以上でございます。